僕の名前はセイジ、30歳です。見た目も性格も地味なサラリーマンです。小さい頃から変わらず地味で、おまけにダサいし、いわゆる陰キャと言われる部類の人生を送ってきました。オタク、ヤバめのフィギュア飾ってそう、変なもの集めてそう、といろいろ言われてきました。そんな僕でも唯一誇れることがあります。ちょっと聞いてよ。さっき誰もいないと思って給湯室入ったら地味男がいたの。あはは、相変わらず影薄。もうほんとびっくりしたんだから。知ってる？地味男結婚してるんだって。嘘、絶対無理なんだけど。本当なんだって。こないだ先輩が一緒にスーパーで買い物してるの見かけて挨拶したらしいの。かなり美人だったって。信じらんない。同僚たちから何と言われてもへでもないのは、僕には愛する妻のエムミがいるからなんです。待ち受け画面にするぐらい大好きで、仕事中でも何度も見てしまうほどでした。今から帰るね。地味男、今笑った。キモ。仕事がどれだけ忙しくて疲れていても、家に帰る足取りは毎日羽のように軽いです。 N 美が待っている家に早く帰りたくて、その気持ちが僕の足を動かしていました。ただいま。お帰りなさい。M 美は冴えない僕にとって人生最大の自慢できる最高の妻です。もともと実家が近所で、幼馴染だった僕たちは保育園から高校までずっと一緒にいました。保育園児の頃から噂されるくらいの美少女で、それを鼻にかけることもなくて、誰にでも優しく明るい性格から友達にいつも囲まれていたし、おまけに成績優秀でスポーツ万能でした。僕とはまるで正反対の子だったんです。そんなエヌミと幼馴染であることを自慢に思いながらも、学校内でのカーストの違いに恥ずかしさも感じていました。高校時代のある日の帰り道のこと。あ、セイジいた。どうして先に行っちゃうの？一緒に帰ろ。友達に囲まれていたエヌミを見つけて、僕は気づかれないようにこそこそと下駄箱に移動して靴に履き替えていました。エヌミさ、あまり僕と一緒にいない方がいいと思うよ。どうして？エヌミみたいな子が僕みたいに地味なやつなんかと一緒にいたら、何を言われるかわからないだろ。そんなこと？何気にしてるのよ、バカみたい。バカみたいって？誰にどう思われるかじゃなくて、私がセイジと一緒にいたいからそうしてるだけ。でもさ、僕みたいに地味なやつとじゃなくて、他の友達と帰ったり出かけたりした方が楽しいんじゃない？どうして？彼氏と帰っちゃダメ？彼氏？そう。誰が？セイジが。誰の？私の。え？え、付き合ってるでしょ？私たち。は？いや、え、ちょっと待って。どうやら僕たちは付き合っていたらしかった。クラス内でもいない同然の扱いをされている僕のどこがいいのか、エヌミは付き合っていると言って譲りませんでした。それはもう学校中が騒然とするほどでした。エヌミに引っ張られるように付き合っている事実をどうにか受け止め、そのまま交際期間は続いて、気がついたら教会で結婚式を挙げていたのです。セイジ、私たち幸せになろうね。そうだね。お互いを知っているそれぞれの両親の勧めもあって、僕たちは二十歳になると結婚しました。それからもう10年経ったのです。毎日がとにかく幸せで、僕はとても満たされていました。どうかした？さっきからぼーっとしてるけど。ごめんごめん、どうもしないよ。まあいっか、早くご飯食べよ。二十歳の結婚したばかりの頃は、まだ少なめだった料理のレパートリーも
今ではかなり増えて、毎日健康に気を使ったご飯を作ってくれます。10年経っても変わらず綺麗で明るくて、家事もどんどん上達するエヌミは本当に完璧だと思っています。毎日とにかく幸せだったけど、本当に僕のどこが良くて結婚してくれたのかは、いつまで経っても不思議でした。その日の夜、ねえエヌミ、今日どうかな。あー、ごめん、今日ちょっと疲れてるの。誠治も仕事で疲れてるでしょ。確かに疲れてはいるけど、でも僕たちもう半年も。お休み。そのお休みにしつこくしないでという意味が含まれているように感じて、それ以上何も言えずに布団に潜りました。僕たちはもう半年夫婦の営みをしていません。結婚して10年経てば普通のことかもしれないけれど、まだ30歳です。普段の生活には一切不満はないけれど、エヌミとの子供が欲しいし、何よりエヌミに触れたかったのです。もしかしてもう男として見てもらえていないのかと不安になりました。そんな悶々とした日々を過ごしていたある日の夕食時に、エヌミがとんでもないことを言い出しました。ねえ誠治、ちょっとどこかで浮気してきてよ。そのとんでもない内容に飲み込もうとしていたお茶を吹き出してしまいました。ちょっと、いきなりなんてこと言うんだよ。だって誠治のことは好きだけど、昔から地味だったでしょ。まあそれは否定できないけど。でしょ。だから他の女の子と遊んだりすれば、ちょっとは男としての魅力が増すと思うの。そうかな。絶対そうよ。そういう経験ってコミュニケーション力も必要だから、仕事にも活かせそうだし、いいことだらけよ。絶対良くないよ。何よ、誠治のためを思って言ってるのに。コミュニケーション力をつけることと浮気することはイコールじゃないよ。なら私が浮気しちゃおっかな。なんてこと言うんだ。びっくりした。いい、誠治は浮気して、もっと垢抜けてきなさい。すぐによ。どうして。もっともっといい男になって私を嫉妬させてみてよ。わかったわね。そう言うと夕食の食器の片付けを始めてしまいました。エヌミに促されて風呂に入ったけど、まだ頭は混乱していました。けれど最近エヌミに夜の相手をしてもらえないのは事実です。どうしようか考えて、僕はスマホで近くのスポーツジムを調べ始めました。エヌミは昔から少し強引なところがありました。そのおかげで結婚に至ったわけですが、そんなエヌミに甘えていたのかもしれないと思い直したのです。僕はエヌミと結婚したということを唯一の自慢にして、自分が努力することから逃げていたのです。気合を入れた僕は反省するとともに気合を入れました。家と会社の中間あたりで見つけたスポーツジムにネットで入会した次の日、僕は仕事帰りに早速向かいました。こんなにすぐ息が切れるとは思わなくて。いきなり負荷を大きくすると逆効果です。まずは負荷を軽くして体を運動することに慣れさせていきましょう。よろしくお願いします。恵子さんは初心者コースに入会した僕についてくれたインストラクターさんです。小柄で可愛らしい見た目ですが、指示が的確でとても信頼できそうだと感じました。あ、まだ大丈夫そうですね。ではもう1セット追加しましょう。信頼できるけど、とてもスパルタで少し後悔しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。これから頑張っていきましょうね。とても疲れたけれど、続けるうちにお腹周りがすっきりしてきたのが実感できると、自分に自信が持てるようになってきました。通ううちに少しずつ話せるようになった僕は、通うことにしたきっかけを話したりするようになりました。それなら
せっかくですから服や髪型も変えてみたらどうですか？とアドバイスをもらったので勇気を出して美容院に行ってみることにしました。今日はどんな感じにしますか？あの女性に受けがいい感じって。はい、すみません、もう少しはっきり言ってもらっていいですか？バッサリバッサリ切ってください。希望は勇気が出なくて言えなかったものの、どうにか髪を整えた僕は次の日に服屋に行きました。いらっしゃいませ、何かお探しですか？あのゆっくろ以外の服屋に来たことなくて。了解です、いろいろお見せしますね。ありがとうございます。少しだけ勇気が持てた僕はどもりながらも希望を伝えることができました。店員さんのおすすめにも助けられて、着回しできる服や靴を一式揃えることができました。ジムの効果で仕事用のスーツがだいぶブカブカになってきていたので、ついでに新しく揃えることにしました。ジムに通い始めて3ヶ月ほど経った頃、会社での僕を見る周りの評価がかなり変わりました。あのこれお願いします。はい、わかりました。では失礼します。ねえ、ジミオってさ、わかる、すごい変わったよね。背は高かったから痩せたら結構筋肉質だし、かなりイケてない？かっこいいよね。人は見た目で判断したらダメなのね。周りからの評価が変わり、かなり自分に自信が持てるようになりました。今まで仕事の話しかしたことがなかった人から突然差し入れにお菓子をもらったり、バレンタインの日は机の上がチョコで溢れるなんて経験をしました。ジムでも女の人から声をかけられるようになったり、これが俗に言うモテ期というものなのかと実感していました。しかし僕が絵の見一筋なことに変わりはありませんでした。ある日の夜のことです。聖司、ずいぶん変わったわよね。ああ、うん、そうかな。すごいじゃない、会社でもモテモテなんじゃない？あ、そんなことないよ、特に何も変わらないし。エヌミはとても喜んでくれているけれど、心の中は複雑でした。エヌミが認められるような男になれたことはとても嬉しかったです。しかしどうでしょうか、嫉妬させてみてと言われたけれど、嫉妬どころか早く浮気してきてとせかされるようになったのです。せっかくかっこよくなったのにどうして浮気しないの？いや、どんな姿になっても僕がエヌミ一筋なのは変わらないよ。それは嬉しいけど。どうしてそんなに浮気させたいの？それは自分でもだいぶ垢抜けたと思うんだ。これだけ変われたんだから浮気の必要もないでしょ。黙って、いいから浮気しなさいよ。そう言って寝室に行ってしまいました。エヌミの行動が理解できませんでした。地味だった僕に不満があったのなら、今の僕に変わっただけで十分なはずです。その後もエヌミの浮気しろ攻撃は止まりませんでした。僕のスマホに勝手にマッチングアプリをインストールしたり、家に知り合いの女性を呼びまくったり、とにかく手当たり次第といった感じでした。それでも僕の気持ちは1ミリも揺らぎませんでした。しかし得意げに写真を突き出しながら、エヌミが勝ち誇った表情で僕に詰め寄りました。やっと浮気したわね。これが証拠の写真よ。さあ離婚しましょう。浮気の慰謝料は300万でいいわ。これが目的だったんだね。そうよ、聖司に浮気してもらって私が慰謝料をもらう、完璧な計画でしょ。そうだったんだね。なかなか浮気しないから焦ったわ。エヌミはペラペラと何か話していたけれど、全然頭に入ってきませんでした。ずっと違和感こそあったものの、僕が変わればエヌミからもっと好きになってもらえると頑張ってきたのに、何も気づかずに
したことのない努力をした自分がバカみたいに思えてしまったのです。違うよ、浮気じゃない、それは誤解だよ。言い訳はやめてくれる？こんなに仲が良さそうなのに誤解ですって？そうだよ、よく話す間柄ではあるけど、誓って浮気じゃない。親しく話す中で浮気じゃないって、苦しい言い訳ね。いいわよ、この女呼びなさいよ、こっちからも慰謝料取ってやるんだから。それで誤解が取れるならいいよ。ちょっと待ってて。ソファーでふんぞり返るエナミに背を向けて、僕は電話をかけた。30分後、家のインターホンが鳴った。すみません、急にお呼びしてしまって。いえ、大丈夫です。ちょうど準備が整ったところだったので。写真に写っていたのは、ジムのインストラクターのケイコさんだった。あんたが浮気相手ね。はじめまして。先に言わせていただきますが、私は誠司さんと浮気はしていません。何よ、しらじらしい。あんたにも慰謝料300万請求させてもらうから、覚悟しなさい。失礼ですが、慰謝料請求される立場にいるのは奥さんの方ですよね。え？申し遅れました。私はジムのインストラクター、兼探偵事務所所長をしております。恵子と申します。探偵？はい。夜はインストラクターとして働いていますが、昼間は探偵業をしているんです。恵子さんは自己紹介をしながら一枚の写真を僕に差し出した。僕が受け取った写真を手に何も言えないでいると、乱暴に写真をエヌミが奪い取った。何よこれ。証拠写真ですが、エヌミさんの浮気の。エヌミ。違うから、こんなのどうせ合成でしょ。でしたら、奥さんの写真も合成の可能性がありますね。私のは違うわ、本物よ。こちらも間違いなく本物です。動画もありますが、ご覧になりますか？そう言って、こちらに向けられたタブレットには、満喫のカップルシートらしき個室で、密着しているエヌミと男が映っていた。そしたらさ、旦那のやつ私の言いなりだからジムで筋トレ始めてんのよ。うっそ、マジかよ。ほんとよ、どれだけ鍛えても小さい息子は大きくならないのにね。エヌミは俺のが好きなんだもんな。だってこんなに大きいんだもの。あんな小さいので満足できるわけないじゃない。レスになるのも当たり前よ。あんなポークビッツ男とさっさと離婚して大君と早く結婚したい。そこで動画は止まりました。エヌミは真っ白な顔をして小刻みに震えていました。ジムでケイコさんに通うきっかけを話した時、違和感を感じたって言われたんだ。ダイエットを進める奥さんはいても、浮気を進めるような人はなかなかいませんからね。それで探偵をしていることを教えてくれて依頼したんだよ。エヌミはそんなことする人じゃないって安心したかったんだ。これで奥さんが自分に有利に離婚できるように仕向けていたのは一目瞭然ですね。エヌミはその場にへたり込んでしまいました。そんなに僕のことが嫌いだったの？違うの。昔から変わらず今でも誠司のことは大好きよ。最初は本当に垢抜けて欲しかっただけなの。話を聞くと、エヌミは以前たまたま捕まったご近所さんたちの井戸端会議で、お宅の旦那さんって奥さんと釣り合ってないわよね、影が薄いっていうか、とバカにされていたそうなのです。それが悔しくて、なんとか周りを見返したかっただけだったと。作る食事を気をつけてみたりしたけど、大して変わらないから焦っちゃって。それで浮気を提案したんだね。で、自分も浮気をしたんだ。買い物中にたまたま声をかけられたのがきっかけだったんだけど、大君すごいんだもの。誠司の5倍はあるのよ。え？
見た目も含めて今の政治の方が間違いなくいいの。でも夜の営みが気持ちよくないのは耐えられないのよ。どんな理由にせよ、慰謝料を支払うのは政治さんではなく奥さんです。あんたが探偵なんてしなきゃバレなかったのよ。どうしてくれんの。取り乱したエムミがケイコさんにつかみかかろうとしたが、軽いステップでひらりとかわすと、その勢いのままゴミ箱に突っ込んでいった。エムミ、今まで僕みたいなのと一緒にいてくれてありがとう。離婚してくれ。離婚の案件に強い弁護士を知っているのでご紹介します。助かります。お願い、それだけは勘弁して。大君、お金がないのよ。僕から犬身を奪った男に一切興味はなかったので、問答無用で慰謝料を請求しました。もちろん犬身にもそれぞれに150万ずつ請求して離婚届を提出し、僕たちは離婚しました。離婚してからずっと専業主婦だった犬美は、手っ取り早く慰謝料を稼ごうと体を売る系の風俗を始めたと弁護士から聞きました。見た目はいいのでお客がすぐにつき、慰謝料分はすぐに稼げたそうなのですが、じきに腰を痛めてしまって辞めたそうです。その後は生活保護を受けていると聞きました。義両親から、あんなにいい旦那を騙そうとした奴はうちの娘じゃないと感動されて実家に帰れなかったそうです。生活保護を受けながらもかなり金遣いが荒かった様子だと聞きました。浮気相手がエネミにかなり貢いでいたようで、僕の知らないところで贅沢な暮らしをしていたそうです。破産寸前まで貢いでいて、しまいには闇金に手を出したそうで、いつの間にか二人の姿が見えなくなったと弁護士が目を伏せながら最後に言いました。闇金の関係者に連れて行かれたのかもしれません。僕の方は離婚のショックで暴飲暴食をしてしまって、見事にリバウンドしました。以前と同じ周囲の評価に逆戻りです。さすがにまずいなと久しぶりにジムに足を運びました。また一緒に頑張りましょうね。よろしくお願いします。でも今度は何をモチベーションにしたらいいのか。痩せたらいいことがありますよ。あ、でも鍛えすぎはやめましょう。どうしてですか。私以外の人からモテたらライバル増えちゃうじゃないですか。え？辛いことがあったけど、なんだかまた頑張れそうな気がしてきました。これからは自分に自信を持てるように、焦らずゆっくり進んでいこうと思います。